夫婦万枚の時間です。ジなんこれあれそんなキモいですかそんな声そんな感じ。いやキモさオブラートにくるんだ感じですよ。もっとキモいですよ。そんな感じなんですか。時間ずいびっくりしました。いやあの軽めの罰ゲームで済んだなって思ってたんですよ。思ってましたね。サイコロコロコロってやって衣装チェンジになった時には、はい、いやまさかひどいなかなかっすねこれこの作品はひどいですね。いやこれ新しく用意したとかじゃなくて、あの私のいつも着てるのをそうです、父ちゃんに着てもらって父ちゃんの衣装は私が着てるっていう感じになりますね。なんかすごい恥ずかしいですよね。しまりますか。しまんないですねこれ。いやもう母ちゃんより豊満なんだよね。すごいただすごい、いや俺もすごいですけど、うん、いや母ちゃんもなかなかもうこれめっちゃ恥ずかしいですよ ね。どうやってこう腹巻きしたらいいか分かんなくて、もうちょっと腹巻き上げてみて、もうちょっと、そうそうそう分かんないんですよ。でこれでもうもはや聞けすごいですよ。もう本当にこれ疑問しかないんですよ。何ですか。おしっこするときはどうするんですか。それずっと言ってるじゃないですか。いやいやいや本当に。え？なんか私はもうあの女で生まれてるんで。まあ、じゃあ分かりました、うん。これだって男性を言ったら。はい。こういうことでしょ。そういう、ね、でもそうすると、ま、いや丸出しになっちゃって、はい、え丸出しじゃないんですか男性っていつも。いやだって前だけ開けるじゃん。そんな こうやってこうやってやったら後ろから丸見えるところで確かに確かにそうですね。あ本当ですね。で分かりました。じゃあそれはちょっとあまりにも、はい、あの皆さんにご迷惑かかるんで、はい、個室入ります。はい。ってなった時にはこれはどうするんですか。こうやって座るんですか。そう託し上げてか、もうずらしてやるかのどっちかだと思う。託し上げにしても相当上げないとダメでしょこれ。いやいやそんなことないですよ。え、なんで引っかかっちゃうじゃん。どこに。この辺とかに。え、大丈夫大丈夫。え、わかんない。普通にブリンってすればブリンってそう、ブリンって後ろだけ。後ろだけブリンってじゃん。危ない危ない危ない後ろ映ってますから危ない危ない危ない。下げるって言ってもあるあります、ね、下げちゃうと下とかについちゃうじゃないですか。はい、だからちょっと衛生的にあんまりだと思うんで上げる方がいいか。じゃあ母ちゃんはどっちにしてるんですか。私は下げる。あの衛生的にえ大丈夫ですかこれは。いや上に上がって座るじゃないですか、はい、でもしかして落ちてる可能性があると便座の中に服がついちゃうこともあるんですよ。はいはい、そうなんですよ。だから落としてもこう巻き込む、あくるくるくるってする感じですかね。ちなみに分かりますこれは使い方。どういう使い方。いや普通に私あの女性ですけどズボン履くんで分かりますよね。一回この格好で、はい、あの男性のほらこう行ってみてよ。でこうやってこれでですか。こうしてみてよ。やだやだ何のフルーツですか。ちょっとじゃあその振りというかあのシミュレーションしてみよう。変なの始まったよまたこれ。このままじゃここに男性便所のこの雰囲気があるんで、はい、そこにここから入っていってちょっとしてみてよ。するって何をするの。わけわかんない。男性としてるよね。はい、トイレ入りました。入りました。そっちですよ。はい。いや、なんでそっち向いてあげるの。こっち向いてあげる。わかんない。何がわかんない。わかんない。いや、イメージはそうじゃないですか。やっぱドラマとか出てくるので、ちょっと前にこうやって出して。まあ、わかんないことだらけですね。男は女のこと、女は男のこと。衣装被るだけで全然変わりますよね。お仕事になっちゃいますもんね。なってないなってない全然なってない。さっきから全くですけども、はい、でもまあ新シーズンが始まったってことで、ね、はい。これも知ってホームグラウンドなんで。そうですよね。はい、アミューチムさんいっぱい番組見させていただいてます。最優秀この間も来たじゃん我々。来ました来ました。はい来ました。なんでその時も完璧でしたもんね。なんでもうなんで今日大丈夫でしょう。なんなら今日あんじゃないまんまい今日ありますか。ホームであるあるある結果残せるっていう。だからあんま延長したくないな今日はなんでですか。なんかあるんですか。いやじゃん。あ、そうかこの衣装が長く続きますもんね。そうなんですよ。なんで今回だけですかこれ。あ、今回だけ。あれ以上やめてよ。え、ごめんなさい今シーズン全部これでいくから今回だけです。今回だけ、はい。俺か。俺です。俺です。最後の言葉いつもなんて言うんだっけ。メイドママイやったるで。メイドママイやったるで。メイドママイやったるで。これいいいいが大事なんでそこだけお願いします。はい、OK ですか。じゃあ言いますか。はい、お願いします。メイドママイやったるで。
です。完璧の夫婦満杯でした。ありがとうございます。いつもなんか履いてないっけ。履いてます。タイツ履いてます。寒いんで。タイツ履いてます。はい、そうですね。寒いよ。寒いですよね。来るんですか。これもまあまあ寒いですね。でもうん、だから上着るもんね。そうですよね。なんか足が寒い。足何も履いてないの。履いてないです。さっきタイツ履いて、パンツは、パンツ履いてる。履いてます。履くでしょ。履くでしょ、パンツは。いや、わかんない。いや、しかもなんなら父ちゃんのにノーパンでは履けないです。腰つけてた。父ちゃんいつも履いてないんですか、もしかして。履いてる履いてる。履いてますよ、履いてますよね。びっくりした。おはようございます。おはようございます。おめでとうございます。100人ぐらい、100人弱か。はい、16番。おー、いい番号。66。まあ、台数が多いんで大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。何でも取れます。はい、おはようございます。おはようございます。ハーデスにしようかな。どうしようかな。父ちゃん多分待ってても間に合うと思うんですよね。おはようございます。開いた。あ、開いた。ホットシリーズ全然取れますけど。何でもいいよ。ハーデスと凱旋ならどっちがいいですか。ハーデス、凱旋、聖夜っていう選択肢もあるけど。あ、聖夜ですか。え、見に行く一回。はい、聖夜人気ですね。開いてないね、はい、じゃあゴットにしようか。ゴットで、はい。じゃあハーデスの方がいいかなと思うんですけど。いいよ。昨日結構凱旋ついてるね。そうなんですよ。ハーデスの方がなんか良さそうだったんで。今ね、俺据え置き狙いがいいと思うんだよね。これも良さそうです。めちゃめちゃ良い、ね、細かく当たって。俺これの据え置き狙っていこうかな。じゃあ私こっちで行きます。 OK。さあ、前回また万枚届かずで罰ゲーム、衣装チェンジ、なんか変な格好しますけど、さあ今回こそ万枚出せるように。もういいよ、初回出そう。というわけでさあ、2人並びハーデス行きたいと思います。これ昨日そんなにプラスにはなってないんですけど、当たり方を見る限りじゃねえのっていう感じやな。まあ、いっぱいの167、186、83、166、2、417、155、372、すごい軽いですよね、当たりが。17回初当たりを引いてんのか。なんか男性の衣装なのか分かんないんですけど、なんかこのズボンのここの部分がすごい余るんですよ。え、これ多分私なんかすごいハマるんですよ、ここ。これ多分女性のやつはこんなになんかちょっとゆとり持って作られてないと思う。なんかすごいなんか違和感ね、ここが。だ、俺がほらいつもこうなってるじゃん。そんななってない。こんななった。ご立派なものがあるってことですね、父ちゃんに。見たことないでしょ。見たことないですかね、私は。なるほどね。なんかハーデス賑やかだな。そうですね。300のしてるよ。本当だ、中段キララで。だから右後ろの方もすごい速いあたり2台引いてましたね。これもなんか355何も引いてないのいいとこに。すいません、お願いした。ふっくりよーと大きくなって、おすすめ。お、連続2連続。おー、いいね。2連続ダイヤ。もう一回、もう一回ボタンイメージして。キラナ。ただただダイヤダイヤって2連続で引いてますから。またボタン。これちょうど10ゲームじゃん。10ゲーム目だから、ここで当たりはっていう可能性もゼロではない。ゼロではない。押します。すごい。でも次で来なかったら宝石には当たってない。はい、
すごい父ちゃん。単純に500で上がってって言われた、はい、なるほど。さあ当たりました。早かった。205ゲーム。いいね、いいね、いいスタートです。はい、はあ、ドキドキ。いける。あー、キルベローズ当選8本です。まあ、おー、よし、いきます。いよいよ一発目から中断。炎を吹かせる、炎を。斜めがいい。で、70。超えず、ただまあ80。上出来、上出来。ステージは一番下。あっちんじゃない。これ3桁、3桁チャンスよ。いきます。30。なってジャッジメントがついてくればそれで OK。 あるよ、あるある、ある、雷。あ、これステップアップのパターンだから絶対行く、行く。おー、で次炎なん。すごい父ちゃん。OK、やったー、やったー。オッケーオッケー、ジャッジメントもついてきて。おおいおいおいおお、おっ、来たー、父ちゃん、父ちゃん来ました。ハーデス、おお、ちょっと今日、今何何午前中で流れ作ろうって話オープニングしたじゃないですか。ちょ、父ちゃん一回行ってください。あ、無理無理無理、無理無理じゃないです、無理、一回。あの、ちょっと聞いて、なんで今日、父ちゃんはあなたなんで。いやいや、衣装だけなんで。いや、ね、母ちゃんやって。中身も、中身も父ちゃんだよ。今、父ちゃんなって、父ちゃんなって、父ちゃんなって、なって。なるんですか今。なれ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 、父ちゃんで行け。わかったよ。父ちゃん頑張って。父ちゃんが頑張って。任せろ。ちょっとわかんない。最後行きます。さあ行くで。いけるいけるいける。おい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 、父ちゃん。いけるいける。よしよしよし、さあまずここを揃える。おい、あー、大丈夫、大丈夫だ、大丈夫、大丈夫。まんまえのために、父ちゃん大丈夫。大、一回揃えろ、一回揃え、一回だけ。はい、はい、まだある、まだチャンスはある。父ちゃんじゃあやっとあるで。違う感じでやったんで狂いました。すいませんでした。ただあのさっき30乗ったんで合わせた今130上乗せはされているんで200ゲームぐらいは。130じゃねえんだよ。なあ、ほんとに。でも当たってます。当たってます。当たってます。そうですね、結構早い段階での当たり。当たそうです、頑張るんで。だこの後ちょっと積み上げていくんで、うん、お願いします。いや正直ね、本当にもったいないことしてしまいましたね。260、前日が142なんで強気だったら400の裏モードに行ってるはずなんですが、さあ鎖が出てくるか。見ちゃったな。中段気になるじゃねえんだよな。
気だよな。強気ですね。狙い通りじゃないですか、父ちゃん。じゃあ、ただ当てちゃうよ。さあ、黄色の頑張れ、減るぞ。当たるそう、なんか当たるそう。ボタンが出てこない。5ゲーム目。うわぁ、チーザキアの、うわ、まあ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 、でもまあ狙い通りの大選びだったじゃないですか。はい、大丈夫です、頑張りますから。うん、頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっと待って。頑張ります。おお。あ、ヘルト入ってる。さあ、黄色。あ、また黄色。決めよう。そろうよ、そろそろ。よかぜ、当たってもいいんだね、これ。いけ。さあ、ここ4ゲーム目。ボタンは出ない。さあ、テンパして。よしよしよし。おー、かっけー。よし。かっこいい、トウちゃん。トシキゼ。オッケーオッケー。さあ、ここケルベロス10 90の20 20で40。そうじゃねえんだよ、火吹け。よし、さあ、ここに100。よし、100スタート。3桁でかいの可能性もあるぜ。ほらほら、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくでぃ。